出雲駅伝区間賞予想。やったい。やってまいりました、はい、もう間もなく始まります出雲駅伝2023となっておりますけれども、はい、区間賞を予想していくと行きましょう。しかもね、区間エントリーは出てませんまだですね。メンバー発表されたといえね、10人発表されましたね、うん、はい、どこに誰が知るかわからないのに区間賞を予想していくと、はい、すごい企画ですね。チャレンジ企画です。おかしいんだこれが。頑張っていきましょう。お願いします、はい、お願いします。まず1区です、はい、どこの大学の誰が区間賞なのか教えてください。それではね、まず1区はヨッシーからお願いします。はい、僕はですね、うん、青山学院大学、おお、鶴川くんです。おお、はい、1区で見たい選手の一人だ。そうだね、そうですね、うん、まあ今季はね、順調に出雲まで来てますんで、はい、期待値はすごい高いです、うんうん、はい、であの直近のね、絆記録会も余裕持って13分51ぐらいだったんで、はいはいはい、あの今年はしっかり出雲に合わせてきて、都大路の時のような1区の走りを見たいですね、うん、なるほど、はい、わかりました、はい、ではどうちゃん、はい、どうちゃんの1区、まあね、1区鶴川君走るかどうか分かんないですけどね。そうなんですよね。そういうことも含めて皆さん見てくださいね、うん、じゃあどうちゃんの1区の区間賞誰でしょうか。はい、僕は順天堂大学、お、三浦君です。うわー、出ましたね。なるほど、まず走るかが勝負になるんですけど、うん、僕の場合は、うん、ただもう僕は走ると思います1区、うんうん、去年は2区でしょ。去年は2区なんですよ。そうですね、うんうん、でもやっぱ1区が似合うんですよね、三浦君。確かに分かる、うん、でまあオリンピアンですし、知名度は抜群ですし、はいはい、で、地元ですしね、うんうん、やっぱスタートを逃げ出すんじゃないかと僕は思ってます。はい、そっか、地元だ。はい、で三浦君 の、 あのラストスパートが見たい。はい、わ、うん、かりました、はい、それではね、肉をお願いします。はい、どうちゃん、肉、はい、お願いします。肉、僕は、うん、おい、駒澤大学、おい、うん、佐藤圭太選手。わー、またこちらも走ってほしい選手だね、はい、なるほど。今度はね、走るか走らないかですね、うん、まあそうですね、うん、走れば2区だと思うんですよね。はいはい、なるほど。佐藤圭太君は、しかも走れば2区で区間賞と。区間賞、もう疲れとかね、もう関係ないと思います僕。やっぱ走ったら強いと思います、うん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 、ということで、もう佐藤圭太君、去年も区間新でしたからね。そうですね、はい、うんうん、分かりました、はい、それでヨッシーの2区の区間賞誰でしょうか。はい、僕はですね、中央大学、うん、おお、吉井俊介選手です。うわ、はい、肉予想だった。そうなんですよ、僕肉予想なんですよ、俊介くんは、まあ、あの先日ね、あのヨギボーチャレンジで、はいはいはい、13分22秒01をね、うん、叩き出しました、うん、はい、なのでね、あの現在日本人の大学生では 5000m の持ちタイムナンバーワンになりますね、うん、はい、なんで僕はね、あの肉に俊介くん予想してるんで、うん、もうね、もちろん区間賞予想とします。なるほど、うん、短い距離も強いと。強い、なるほど、うん、分かりました、はい、それでは3区いきましょう。はい、はい、3区です。はい、よし、お願いします。はい、僕はですね、創価大学、お、ムチーニ選手。わー、はい、このね、強豪ひしめく3区をムチーニ君選んだ。なるほど、選びました、うん、まずね、僕はね、リーキー君かムチーニ君で悩みました。うん、そっか、そっか、はい、けどね、あの区間予想でも書いてたんですけど、うん、僕はムチーニ君にが来るんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、はい、いやー、そうね、強いですもんね、うん、まあね、出雲駅伝のね、うん、あの3区といえば、もう2年連続創価大の村尾君なんですよ、区間賞。あ、そっか、伝統だ、うん、そうなんです、その流れでも、うん、創価大の留学生が来るんじゃないかなと思ってます、うん、はい、強豪ひしめてますからね。そうなんですよ。どうちゃん誰を書いてるのか、うん、3区どうちゃん、はい、誰でしょうか。はい、僕は城西大学、はい、山本優選手。おお、妖精くんですか。妖精くんが3区という予想も熱いね、うん、3区の予想だったんで僕が。あ、なるほどね、はい、まあ山本くんがね、うん、なんかやっぱもうずっと調子いいですし、うん、やっぱ 8.5 キロという距離も何らか僕は走ると思うんですよね、はいはいはい、でまあ勝負の区間賞予想なんですけど、うん、まあ勝負をするなら山本くんかなと思って、まあ好きっていうのもありますね。押してますからね、はい、で強豪ひしめくね、3区で区間賞取れたとまた一段とスターダムに上がりますから。そうですね、うん、はい、わかりました、はい、それでは4区お願いします。はい、4区の道ちゃんの区間賞は誰でしょうか。はい、はい、うん、僕は中央大学、おい、お、吉山選手です。4区か、ここ僕ね、あのエントリーが出て、はい、4区走るんじゃないかなと。へえ、ちょ、これもう区間予想もちょ勝負なんですけど、うん、で4区走れば、うん、ね、相手っていうか、うん、エース級もそんなにいないでしょうし、うん、連続区間賞取るんじゃないかと、うん、なるほどね、あ、なるほど、これ当てたい、これ勝負だね、はい、これ確か4区に出るとつな、うん、げる区間ですし、はい、区間賞の可能性高いですね、かなり。確かに高いと思うんですよね、うん、でやっぱその直前にね走ってるんで、うんうんうん、まあ、疲れがどうのこうの言われてますけど、はい、4区だったらいけるんじゃないかと、うん、もうその体調がね、あれだったら、ね、すごいですよ。いや、当てたいなこれは、うん、勝負です。わかりましたね、はい、それではヨッシーの4区の区間賞は誰でしょうか。はい、僕はですね、創価大学、
超えていくんです。おお、はい、これはこれで熱いね。またそうなんですよ、うん、まあこの方はね、うん、本当あの絆記録会で青学が PB 祭りの時にですよ、うん、その時青学の選手全員に勝ったんですよね、うん、はい、創価大学の1年生です。はい、はい、すごい。もうね、どこまで強くなるのか本当にね非常に楽しみなランナーなんですけど、まあ、あのこのデビュー戦ですよ、うん、ここでねもう区間賞はね十分あるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、楽しみですね。楽しみ本当に。わかりました、はい、それでは5区お願いします、はい、それでは5区の区間賞ヨッシーは誰でしょうか。はい、僕はですね駒澤大学安原太陽選手。おお、はい、わあ、しかも5区走りそうな気がする、うん、そうですね、まあ、前回ね5区で区間賞を取ってますからね、はいはい、でしかも今季も絶好調ですから、うん、もう5区に来たらね区間賞は本当に硬いと思います。なるほどね、はい、ただねちょっともう調子が良すぎて、うん、下手したらこう前半区間に来ることもあるんで、うん、ちょっとそこがねちょっと悩ましいとこなんですけど、はいはい、まあちょっとね5区に来ると予想して、うんうん、安原君にしました。いや本当ですね、注目ですね、はい、分かりました。それではどうちゃんの5区の区間賞予想お願いします、はい、僕は青山学院大学、おお、黒田選手。おお、なるほど、なるほどね。もう青学の中では今もう絶好調で、うんうんうん、一番今年伸びた選手だと思ってます、はい、でも長い距離も強いんですけど、うん、まあ、この前の絆記録会の5000なんか、うん、まあ、13分30秒ちょっとで走ってるんで、うんうん、いきなり区間賞あるかと僕は思いますね。なるほどね。で5区もやっぱ小刻みにアップダウンありますしね、はいはい、まあ、そういうの得意でしょうから 3000m 障害もしてるんで、うん、だから僕は黒田君に一発予想したいと思います。なるほど、はい、分かりました。はい、それではね、やっぱりねこれ一番大事なところですよ。アンカー6お願いします。はい、大事だ6。はい、それでは6ですけども、はい、今までね同社ですし1個も合ってません。そうだね、確かにかぶってない。それも結構珍しいんですけども、うん、6の区間賞同ちゃん誰でしょうか。はい、僕は駒澤大学、うん、鈴木芽吹選手です。おー、なるほどね、なるほど、はい、僕は、うん、まあ、ここ強豪はもちろん揃うんですけど、うんうん、まあその中でもちょっと抜けるのは僕は鈴木くんじゃないかなと思います。まあね、はい、うん、去年やっぱ区間賞取ってね、はい、やっぱあの涙ですよ、本当復活の涙、あのもう本当に印象的です僕の中で、うん、だからもう今年もねキャプテンですから、うん、もうキャプテンらしい走りをして区間賞で締めくくるんじゃないかなと僕は思います。この出雲もね、はい、なるほどね、分かりました。ではヨッシーのロックは誰でしょうか。はい、僕はですね駒澤大学の鈴木芽吹選手。あ、一緒だ、ここでやったんだ、はい、さっきまでなかったんですけどここで会いました、かぶりましたね、うん、はい、こちらもやっぱ前回区間賞の芽吹くんにしたいと思います、うん、まあ、芽吹くんはね普通に考えたらね6区に来ると思うんですよ、はい、なんでここがねもう本当一番当たる可能性高いと思います、うん、はい、6区に来るだろうし、うん、来たら区間賞みたいな感じですね、うん、相手強いけどね。そうですね、うん、いや行くでしょう、でもさすがに、まあね、うん、去年もそうだったもんね、うん、もし6区じゃないとしたら何区ですか。3区じゃないですか。そうでしょうね、やっぱりエース級のとこでは走ると、うん、3か6だと思うんですよ、うん、それはもう硬いでしょう。なるほどね、わ、うん、かりました、はい、ちなみにですけど、はい、この今回の出雲駅伝今までのタイムより上回るようなレースでしょうか、うん、いやスピードで大会シーンが出るかってことですね。そうです、そうです、なるほどね、出るんじゃないですか。出るんじゃないですか。あ、そうですか。だってもうレベルが上がってますもんね、うん、もう去年より今年みたいな感じで、うん、毎年そうなっていくから、ね、毎年そうですもんね、あと IB リーグもね早い選手いっぱい来ますから。なるほどね、うん、1区からいきなり飛ばす可能性もありますからね、うん、そうか、なるほどなるほど、うん、あ、そうか、そういう選手が引っ張ってくれたらまたタイム伸びますもんね。そうですね、わかりました。今ね区間賞お二人に6人ずつ聞きました、はい、この中からでもいいですし違ってもいいです、うん、一番あの優勝校じゃなくてもいい、うん、MVP は誰ですか。あ、予想、なるほどね、難しいな、予想ね、めっちゃいますよ、うん、でしょ、今の6人から選んでもいいんですよ、はい、そうですね、じゃあ僕いいですか。お願いします。吉井俊介くんですかね。暑いな、それは。ちょっと僕2区に予想してるんですけど、うん、まあ、あの前半すごく大事じゃないですか、うんうん、ここで抜け出したら、うん、もうそのまま先頭で勝つって可能性もあるんで、うん、そうなってくると俊介くん選ばれる可能性もありますよね、うん、なるほどね、うん、吉井俊介くんの MVP って熱いね。わ、ね、かりました、はい、どうちゃんの MVP はちなみに。はい、僕はですね、うん、中野翔太選手です。お、中央、中央だ、同じ中央だ。今の6人の、うん、区間賞戦に入ってないのに、うん、まあまあそうですね、はい、ただもうやっぱ彼の走りがなんか決定づけるっていうか、うん、まあ、優勝したとこからやっぱ MVP で出ると思うんですけど、うん、まあ、中央が優勝した場合ですね、うん、中野くんの走りで優勝が決定づけられるみたいなことがあるかと思うんですよね、うん、そういう選手ですよ ね、 なるほどね、中野くんは、うんうん、ですから僕は中野くんじゃないかなと。2人でも中央なんですね、もっと言えば、まあ本当優勝候補ですからね、ねえ、うん、巷じゃね、ど中央か駒澤かみたいな、
感じですから、なるほど、わかりました、はい、いやどちらにしてもね本当に注目です、皆さん出雲駅伝盛り上がっていきましょう、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。